ジオネームトゥーパンプスさんからです。パンプさん、炭火焼きという商品名のコンビニ食品があります、うん、あれは本当に炭火で焼いていますと。私が見たのはセブンイレブンの工場で、うん、巨大な設備で肉や魚を焼くのに、うん、ガスや電気ではなく本当に炭を使っていました、うん、真っ赤に焼けた炭の絨毯の上を、うん、金網のベルトコンベヤーに乗った肉や魚が流れてきました、うん、移動してね、ねえ、うん、大量生産なのにあのこだわりはすごいなと感動しました。あ、これを見れたトゥーパンプさんがすごいですね。ねえ、そういうところまで入れたのっていうか、うん、何をされてる方なんでしょう。でもね、炭で焼かなきゃね、炭焼きとね、表示できないもんね。ねえ。うん。ねえ、でもトゥーパンプさんのおかげで、あ、本当に炭火なんだなって分かりましたね。いや、そういう上をさ、うん、歩いて渡る、なんか行者みたいのいたよね。炭の上を。何ですか、それ。熱くないんだぜって。うん。いたんですか。足の裏が焼けても平気なんだっつって、こう、ダダダダって。なんか昔のテレビだったんですか。炭渡りみたいなさ、なんか修行すれば熱く感じない、うん、なんかどこまで信じてどこまで信じちゃいけないのか、こう煎茶の場合分かりません。本当にそう思ってください。適当に流してくださいね。